狼は眠らない。始めます。第1は黒穴の向こうに。1。枕戸迷宮第38層のボス部屋で、二人の冒険者が、足元に、ぽっかり空いた穴を見つめていた。ボスを倒したとき、突然穴ができたのだ。見えるか引いたのは、人食い熊の異名を持つ冒険者のボードである。見えん。霞がかかったようだ。答えたのは、 片目狼の異名を持つ冒険者のレカンだ。お前の能力でも見えんとはのう。やっぱりこれが、黒穴かそうだと思う。レカンの左目は潰れている。かつて、タントラン迷宮42層で三尾大蛇の毒液を浴びたとき、潰れてしまったのだ。その代わり、三尾大蛇を倒したとき、レカンは、二つの強力な能力を得た。立体近くと生命感知である。この二つの能力をもってしても、 この黒い穴の先に何があるかは分からない。行くか行く。黒穴に飛び込んだ者は、莫大な財宝や、強大な能力を得るという。いくつもの国の始祖や、伝説的な英雄が、黒穴で、富や力を得たと伝わっている。この乱世に黒穴が現れたのは、むしろ当然なのかもしれない。黒穴は、何十年かに、一度、迷宮のボスを倒した時開くというが、 いつどこの迷宮のどのボス部屋に出現するかは誰にもわからない。飛び込んだ先に何が待っているのか誰も知らない。冒険者は誰でもいつか黒穴に出会うことを夢見ている。ただし黒穴に出会った時誰もが飛び込むとは限らない。飛び込んで映画を得たものより飛び込んだまま帰ってこなかったものが多いと言われているからだ。ためらいもせずレカンが飛び込むことを決めたのはまさに冒険者そのものの気質を持っていたことと。 体力と気力が充実していたこともさることながら、天外孤独の身であったことが大きいだろう。ここ2年ばかり、行動を共にしているボウドも、同じく根っからの冒険者である。つまり、警戒心が強く、利益のないことには、首を突っ込まない一方で、どこか人生を捨てたようなところがあり、一攫千金のためなら、ポイと自分の命を賭け金に差し出せる男だった。そしてまた、ボウドも力に溢れ、家族を持たない男だった。 レカンは黒穴に飛び込んだ。ボウドも飛び込んだ。それを待っていたかのように黒穴は閉じた。後にはありふれた迷宮の光景だけが残された。二。レカンは目を覚ました。自分が熟睡していたことに驚きを覚えた。普段、レカンの眠りは浅い。寝ていても近づくものがいたり、物音がしたりすればすぐ目を覚ます。こんな風に深い眠りについたのはいつ以来か思い出せないほどだ。 驚きながらも、油断なく索的を行う。レカンは、息を吸って吐くのと同じように、ごく自然に索的を行うのだ。立体近くで、近距離の索的を行い、生命感知で、長距離の索的を行う。50歩以内に、動物も人間もいない。1000歩以内には、20個ほどの緑の点があるが、青い点も赤い点もない。それはいいのだが、緑の点の光が非常に弱い。試しに感度を上げてみると、 少しはっきり映るようになった。こんなことは今までになかった。おもむろに上半身を起こし、そのままスーッと立ち上がった。森の中だ。いったい、どうして、こんなところにいるのだろう。黒穴に飛び込んだことは、はっきりと覚えている。穴の中を落ちていく、途中で気を失った。そして、今ここにいる。つまり、ここは、黒穴の先の世界なのだ。だが、見渡す限り、木々と山々が広がっており、 上には果てしない空がある。どう見ても穴の中の世界のようではない。ぐるりと体を回転させながら、残された右目でじっくりと周囲を観察する。生えている木や草の形が見覚えのないものばかりだ。レカンは世界中のいろんな国を旅してきたが、その旅の記憶に照らしてみても、この森の木や草は異質だ。体調は極めて良好だ。空気もうまい。だが、その空気の匂いも。 どこかしらこれまで知っていた空気と違うような気がする。レカンの鋭敏な感覚の全てが、ここが見知らぬ異世界であると告げている。生命感知の範囲を移動させて、さらに広い範囲を探ってみたが、赤い点は表示されない。近くに人間はいないということだ。つまりボードがいない。ひどく離れた場所に落ちてしまったようだ。いや、もしかすると。もしかすると、ボードは、ここではない別の場所に落ちてしまったのかもしれない。 今は、フォードのことを心配している場合ではない。とにかく、まずは、自分の安全を確保しなくてはならない。3. 生命感知に、青い点が現れた。緑の点として感知されるのは、普通の獣であり、青い点として感知されるのは、魔獣である。青い点は、元いた世界と同じようにはっきり表示されている。そのことが、レカンを少しばかり安心させた。生命感知の感度を最大まで上げてみた。 無数の緑点が表示される。小さな動物やタリや虫たちだろう。この森は生き物にあふれた森なのだ。もっともその点の中には毒虫や毒蛇、レカンの知らない危険な生き物も混じっているかもしれないのだから油断はできない。生命感知の感度を下げる。詳しすぎる情報は邪魔だ。右手で収納から愛犬を取り出すと木々の間を塗って青い点が示す位置つまり 魔獣がいる場所に向かって歩き始めた。収納の能力が使えたことと、そこに、ちゃんと愛犬が入っていたことにほっとした。ということは、他の荷物も無事だろう。これから、しばらくは、収納が命綱となる。日持ちの悪い食べ物は、早めに取り出して食べておかねばならない。踏みしめる草の感触に不快感はない。左手で、木々の手触りを確かめながら、ゆっくりと歩く。緑の点は遠ざかっていく。 獣たちは、レカンの接近を感知し、逃げているのだ。だが、魔獣を示す青い点は近づいてくる。ふふ、俺を獲物だと思っているのか。レカンは、体の感覚を確かめるため、三度素振りを行った。顔色は良好だ。体は正常に動くし、剣が風を切る手応えも心地よい。そして身が軽い。いつもより早く歩けている。ほどなく、立体近くの範囲に魔獣が入ってきた。 肉眼でもちらちらと姿が見えるが、上手に草や木に身を隠しながら近づいてくる。立体近くの半径は50歩ほどで、これは変更できない。ただし、範囲内の一部分に集中することで、より精度の高い情報を得ることができる。前後左右上下を同時に見渡すことができ、視覚というものがない。使いこなすには少々コツがいるが、使いこなせれば、これほど戦闘の役に立つ能力もない。特に 狭い場所で多数の敵を同時に相手取るときには、この能力は圧倒的な優位性を与えてくれる。30歩ほどに近づいたとき、魔獣は草の陰から姿を現し、突進してきた。突進力を武器とする魔獣なのだろう。魔獣はみるみる加速する。わずかながら下り坂になっている地点なので、加速に拍車がかかっている。その地点を選んで攻撃をしてきたのだ。見たことのない魔獣だ。 中型剣ほどの大きさだが、顔つきはイノシシに似ている。魔獣が今にも激突しようという、その寸前、レカンは、右前方に素早く飛び出して、剣を振った。魔獣は、そのまま走りすぎて、大きな木に激突して崩れ落ちた。レカンの剣は、魔獣の首筋を正確に捉えていた。生き物の皮と肉を切り裂く感触に、レカンはわずかに身震いするとともに、不思議な充足感を覚えた。敵と戦い、これを倒す。 その時、レカンは、自分が確かに生きていることを実感するのだ。魔獣に近づいて死んでいることを確かめると、胸に拳を当てて神戸を垂れ、その魂の平安を祈った。そして、立ち上がると、剣を左手に持ち替え、右の手のひらを、魔獣の死体に向けた。正確に言えば、心臓と対の位置に生成されたはずの魔石に手のひらを向けた。そして、魔力吸収を行った。ズるズると、魔力が流れ込む。手のひらが熱くなる。 吸い込んだ魔力は右腕を通り、レカンの体に染み込んでいく。最後の一滴まで魔力を絞り取った後、少しだけ間を置いて、死骸は崩れていき、砂となった。この出来事がレカンにもたらした安堵感は、ひどく大きなものだった。魔獣には、確かに魔石があった。そして、魔力を吸うことができた。魔力を吸い切った後、魔獣の死骸は砂になった。元いた世界と同じである。さて、魔獣がいて。 倒せば魔力を吸収できることは分かった。次は、この土地の生き物が食えるのかを確かめねばならない。危険を伴うが、とにかく試してみるしかない。その時、レカンの耳に、女の悲鳴が飛び込んできた。4. 耳に聞こえたと一瞬思った。だが、そんなはずはなかった。生命感知の基本探知範囲内に人間はいない。であるのに、こんなに大きな声が聞こえてきたということは、これは。 魔力で発した悲鳴だ。レカンは、生命感知の探索位置を調整して、悲鳴の主がどこにいるかを探った。生命感知の探知範囲は、直径2000歩の円だが、その円の位置は任意に変更できるのだ。ただし、レカン自身から距離が離れるほど、映像は不鮮明になる。見つけた、これだ。レカンは走り始めた。はじめはゆっくりと、そしてだんだん速く。木々が枝を張り巡らした森の中も、 立体近くを最大限に発揮すれば、まるで遊戯のように走り抜けることができる。街灯の裾がバタバタとはためく。その街灯の裾が木々に絡みつかないように計算して走る。吸い込む空気はすべて力に変わる。体の内から力があふれ出てくる。愉快だった。目的地はもう近い。赤い点は2つだ。つまり、人間が2人いる。その近くに、緑の点が5つと青い点が1つある。 青い点は少し大きめで、光も強い。強い魔獣だ。レカンは、走る速度を緩めた。まだ、この土地の人間と接触したくはない。状況を確認した上で、可能であれば、姿を現さずに立ち去るつもりだ。足音を消し、姿を見られないよう注意しながら近づいていく。こんもりと木々が茂った場所の後ろまで近づくと、立体近くで、現場全体を俯瞰することができた。馬車がある。 その中に女が二人いる。馬、あるいは馬に似た生き物は怯えていて、巨者が必死でなだめている。馬車の近くには馬が一頭倒れている。そのそばに人が一人倒れ伏している。一人の男が馬に乗って魔獣と戦っている。魔獣は先ほど倒した魔獣と同種のようだ。ただし、こちらの方がずっと大きい。大人の男の倍ほどの大きさがある。魔獣は、 魔女の男に突進を繰り返している。男は馬の機動力を使って魔獣の突進をかわして剣で切りつけているが腰の乗らない打撃しか繰り出せていないこのままでは魔獣は倒せないだろうすぐそばに別の男がいて片足を引きずるようにして剣を振り回しているがその剣は全く魔獣に届いていないレカンは衝撃を受けていたそこには2人の女と4人の男がいるところが 生命感知で探知できているのは、女二人だけだ。男四人は、探知できていない。これは、レカンの常識を根底から覆すような出来事である。この世界には、生命感知にかからなくするような能力か、器具があるのか驚きに打たれたまま、魔力感知を発動させた。生命感知と立体近くは、意識があるときは、いつでも発動している。ちょうど目を開ければ、ものが見えるようなものだ。魔力感知は、 必要な時にしか発動させない。わずかながら魔力を消費するので、敵から探知されやすくなってしまうからだ。魔力感知の結果は、レカンの背筋を凍らせた。この男たちは魔力を持っていない。魔力は生命の根源である。生きとし生けるもののすべてに魔力は宿っている。どんな小さな虫であっても、その例外ではない。魔力がないということは、すなわち生きていないということである。つまり、 この男たちは人間のようであって人間ではない。人間の姿をしたおぞましいまがいものだ。レカンが潜む茂みの向こう側では事態が動いていた。馬に乗っていた男が魔獣の突進をかわし損ねて落馬した。落馬した男に向かって突進する魔獣に馬車に乗った女が炎の塊を放った。ひまほう炎の塊は魔獣の横面を直撃して爆発し、魔獣は悲鳴を上げて立ち止まった。 一瞬燃え上がった火はすぐに収まり、ブスブスと顔の半分が焦げている。魔獣は馬車の窓から身を乗り出している女をにらみつけると、まっすぐ馬車に向かって突進した。レカンはその時すでに飛び出していた。魔獣が馬車の女を標的とするだろうと感じた時、思わず走り出したのだ。すさまじい勢いで魔獣が突っ込んでくる。男たちが土星を上げている。今にも馬車が魔獣に破壊されようとした時、レカンが 馬車の後方から飛び出し、魔獣の横をすり抜けた。まっすぐに馬車をめがけて突進していた魔獣の軌道が左にずれ、後ろの木陰に飛び込んでゆく。レカンは魔獣の脇を駆け抜けた後、速度を落として立ち止まった。男2人は怒鳴るのをやめ、あぜんとしている。わずかに時間を置いて、馬から転落した男が身を起こし、そこで、レカンの存在に気づいた。男は何かつぶやいたが、その言葉の意味はわからなかった。 レカンは、じっと、魔獣の方を見ている、と彼らは思っているだろう。それは正しい。ただし、レカンは、肉眼ではなく、立体近くで魔獣を見ている。と同時に、三人の男と、馬車の中の二人の女を、油断なく見張っている。戦闘中に後ろから襲われた回数は数えきれない。ましてこの者たちは味方というわけではない。バキバキと細木を折りながら、魔獣が姿を現した。左前足がない。 先ほど、すれ違い、様にレカンが切り落としたのだ。だから、魔獣は馬車を直撃しなかったのである。ゆっくりと、レカンは魔獣に近寄った。よし、行ける。最初の一撃で魔獣を殺してもよかった。しかし、一撃でとどめを刺すことができなかったら、馬車が被害を受ける。だから足を狙ったのだ。それなら立ち切れないまでも、進行方向を変えられるからだ。魔獣は、凄まじい方へ声を上げると。 いきなり突進してきた。片足がないとは思えないほどの速度である勢いだ。これほどの暴力的な攻撃が、わずかにでも体をかすめれば、人は致命的な傷を負うだろう。レカンは、左手前にすっと身をかわし、右手に持った剣を一閃させた。地響きを立てて、魔獣は地に伏した。その首筋は、上から切り裂かれていた。この魔獣がなんと呼ばれているのか、レカンは知らないが、この種の獣の首の皮は強人である。 下から突き上げるのならともかく、上から切り裂くことは難しい。レカンは、あえて難しい技に挑んだのである。この魔獣と自分と、どちらが強者であるのかを、はっきりと示したと言ってよい。5. この世界で目覚めた時には、レカンの魔力は完全に回復していた。その状態で、先ほど魔力を吸収したのだから、今は、過剰な魔力が体内にある。レカンの魔力吸収には、相当の柔軟性があり、 一時的になら、満杯状態の何倍もの魔力を吸収できる。しかし、余分の魔力はすぐに抜けていってしまい、だめておけない。魔石のまま持っておけば、いつでも好きな時に吸うことができる。だから、レカンは、魔獣の魔石を取ることにした。男たちが何やら騒いでいるが、とりあえず、魔獣の始末が先だ。レカンは、殺した魔獣の死骸の前で足を揃え、右手の拳を左胸に当てて、わずかに神戸を垂れた。 近くに倒れていた太めの枯れ木を拾い、魔獣の体の下に差し込んで、魔獣の死骸をひっくり返して、魔力感知を一瞬だけ発動させて、魔石のありかを確認すると、剣で魔石をえぐり取った。魔石を失った魔獣の死骸は、崩れ去って砂となり、そして消え果てた。魔石は血まみれである。剣も血に汚れている。洗った方が良いだろう。斜面の下に川が流れている。レカンは、剣を右手に、魔石を左手に持って、 斜面を早足で降りた。後ろから男が何かを叫んでいる。剣と魔石を流水ですすぎながら心を落ち着かせた。あの人間の姿をした者たちが何であっても構わないではないか俺はこの世界のことを何も知らない。この世界からすれば余分で異質なのは俺の方であって奴らではない。とにかくもう一度魔力感知を試してみよう。剣と魔石をボロ切れで吹き収納にしまって斜面を上がった。 収納を持っていることも隠しておくか。もう一度、抜き身の剣を収納から取り出して斜面を登り切った。男が馬車の中に話しかけている。馬に乗って戦っていた男だ。もう、一人の男が倒れている男を解放している。巨者は馬を落ち着かせることに成功したようだ。男は、レカンに気づき、またもや大声を上げたが、今度も無視した。茂みの後ろ側に回り込むと、 収納から鞘を出して剣を収め、腰に釣り、荷物袋を取り出して肩にかけた。こうすれば、普通の旅人に見えるはずだ。6馬車に近づいて行くと、馬車の中に向かって話しかけていた男が、レカンの方に向き直った。レカンは、歩みを緩めず、男に近づいて行った。何か、おかしなことが起きたら、瞬き一つの間にこいつを切り捨てる。男は、レカンの表情や動作から何を感じたのか。 青ざめた顔で半歩後ろに下がった。男との間がちょうど午後になった時、レカンは立ち止まり、魔力感知を最大限の精度で発動させた。うっすらとではあるが、赤い点が表示された。目の前の男も、他の男も、ちゃんと表示されている。人間だったか。レカンは緊張を解いた。目の前の男も、ほっと息をつき、そして盛んに話しかけてきた。悪いね。あんたの言葉はわからない。 身振りを交えながら言葉が通じないことを示したが男は諦めずに話し続ける。わからない。言葉は通じない。俺の話す言葉とあんたの話す言葉は違っているのがわかるだろう。言葉が通じないなどという体験は生まれて初めてである。やはりここはどう考えてもレカンが馴染んできた世界ではない。相手の顔立ちも知っているどんな国のものとも違う。つるりとしていてのっぺりとしている。 男の方が身長が低いので、レカンは見下ろす形になる。馬車の中から女の声がした。若い声だ。もちろん、レカンは立体近くで、馬車の中も見ていたから、馬車の中には女2人が乗っていて、1人は10代前半、もう、1人は20代前半ほどの年齢に見えることが分かっている。多分、若い女が一行の中で最も身分が高い。その若い女が男に何かを命じたのだ。 男は何かを言い返したが、若い女が強い声で何かを命じた。すると、男は馬車に近づき、扉を開いた。扉から出てきた若い女は美しかった。そして、思った以上に若かった。その女は、レカンの前に進み出ると、優雅に一礼をして、穏やかな口調で何事かを話しかけてきた。たぶん、感謝の言葉を述べているのだ。全く敵意は感じない。それどころか、 若い女の目つきからは、敬意と親しみが感じられる。若い女の言葉が終わったとき、レカンは、左手で、剣の鞘を押さえ、右の手のひらを左胸に当て、左足を半歩引いて、腰を折った。これは鬼人の霊である。レカンは鞘な冒険者だが、実は、とある国の王の養子となっており、つまり劣気とした王子でもあるのだ。ただし、王位継承権はない。なぜ、王の養子となったかについては、事情があるが、ともあれ、王子として、 2ヶ月ほど王宮で過ごしたレカンは、それなりの作法を身につけている。レカンが、見事な礼をしてみせたためか、若い女の後ろに控えている男と女が、驚いた表情をしている。この後、けが人の治療が行われた。若い女は、回復魔法の使い手だった。その傍らには、常に、もう、一人の女が寄り添っている。先ほど、火の攻撃魔法を使った女だ。レカンは、招かれて同行することになった。 いずれにしても、いつかは、この土地の人間と接触しなくてはならない。友好的な相手と接触できるのであれば、それに越したことはない。7。エザクはザイドモール家の騎士である。ルビアナ・フェル姫が断崖に行きたいと言っていると聞いたとき、止めるべきだと思った。ザイドモール家の家族は、当主と長男と姫の3人しかいない。長男は王都で騎士修行中だし、当主はあと3日しないと帰ってこない。だから、姫は、 できるだけ外出しないい。方が良いしかし、姫付きの次女であるマリンカによれば、姫の決意は固いという。やむなく、自分自身を含む3人の護衛をつけることで、姫の外出に同意した。めったにわがままを言わない姫が、たまに気晴らしをしたいというのを、無理に拒否したくはない。断崖から見下ろす景色は素晴らしかった。いくら見ても見飽きることのない絶景だ。帰り道で、エザクは、物思いに沈んでいた。 ルビアナ・フェルヒメの才能について。これからの人生について。だから、不意に、鼻曲がりバンブーに襲われたとき、対応が遅れた。大きな花曲がりだが、万全の状態で戦えば、エザク一人でも倒せる相手だ。だが、襲撃に気づくのが遅れたため、懐に飛び込まれてしまった。騎士キーツは、馬車を守って馬から転落し、重卒売りは、右足に傷を負った。エザクは、何度か攻撃を当てることができたが、 無理な角度で攻撃したため、右手を痛めてしまった。まずい。エザクは焦っていた。魔獣の注意は、自分に引きつけることができたが、とても倒すことはできそうにない。自分がどうなろうと、姫さえ無事ならそれでよいのだが、その姫を逃がす算段がつかない。攻防を続けるうちに、右腕に疲れが溜まってきた。もう長くは持たない。まずい、まずい。募る焦りが、エザクの手元を狂わせた。 竜さ裁きを誤って、魔獣の攻撃をかわし損ね、魔女から地面に転落したのである。川鎧をつけていても、転落の衝撃は凄まじい。意識が飛びかけた。それでもなんとか身を起こしかけたところに魔獣が突進してきた。ダメだ。死を覚悟したエザクだったが、その時魔獣の顔に何かが衝突して動きを止めた。マリンカのヒアウェイアーズである。魔獣は、顔を馬車に向け、 己に傷をを負わせたた。ものを睨みつけたその後何が起きたかをエザクは正確に覚えていない黒い影だとにかく黒い大きな影がどこからともなく飛び込んできて馬車に追突しようとした魔獣の進路を変えさせそしてその後剣をただ一振りしただけで魔獣の首を断ち切ったのである男には言葉が通じなかったエザクが話す言葉も相手には通じないようだったし相手が話す言葉もエザクには意味がわからなかった 北から来はるか,か北方にあるという大国に住む人々は獣のような顔つきをしているというそこでどのような言葉が使われているのかなど知りようもないがこの男の顔つきはまさに獣のようだ鼻や目や口の周りのわずかな部分はスベスベした地肌を見せているもののその周りは毛に覆われているよく日焼けしているものの地肌の色は驚くほど白いので逆にその毛深さが際立つ 鼻は高く、目は切れ長でするどい。ただし、左目は閉じられたままだ。顎は尖っており、ちらちらと見える歯は鋭い。そして、何より背が高い。エザクは、一行の中では、一番身長が高いが、そのエザクより、男は、拳二つ分か三つ分背が高いのである。領地の農民や労働者の中には、この男に匹敵する身長を持つ者もいるが、これほどの静観さを持つ者はいない。なんという、静観さだろうか。 男はどきを発しているわけではない。攻撃や敵対の構えを見せているわけではない。ただ静かに佇たずんでいるだけだ。だが、その静かな佇たずまいに、恐るべき静観さが漂っている。それは、無人ならば感じ取らずにはいられないものだ。男に面と向かって話しかけるには、多大な勇気を振り起こす必要があった。こうしている瞬間には敵意は見えないが、次の瞬間にはわからない。だが、 逃げて逃げ切れる相手ではないのは明らかなのだから、姫の安全を守るためには、この男が何者であり、どんな目的を持っているのかを確かめる必要がある。とはいえ、この男は無法なことはしないだろうと、江崎は感じている。なぜかといえば、この男は、倒した魔獣の死骸に祈りを捧げたからだ。そんなことをする者は誰もいない。魔獣とは悪であり、脅威であり、害そのものなのだから。そんな魔獣に、 男が祈りを捧げたことに、エザクはひどく驚いたが、不快ではなかった。むしろ、その行為には、胸を打つものがあった。もっとも、その後男に睨みつけられたときには、全身が罠ないて、防御体制を取ることさえできなかったが。馬車の中のルビアナフェル姫が、助けてくださった方に直接お礼を言いたいと言い出したときには反対したが、姫が淑女の礼をしたとき、男が見せた作法こそは衝撃だった。見たこともない動作だったが、それは、 確かに洗練さされれ完成されたた。作法だったこの獣のような男は、実は異国の高貴な生まれなのかもしれない。姫が、霊のため男を連れ帰りたいと言ったときも、強くは反対しなかった。それどころか、3日後に帰還した当主から、男に対する印象を聞かれたとき、こう答えてしまったのである。危険なほどの戦闘力を持っていますが、霊をもって接すれば、霊をもって返す男だと見受けました。8 レカンがサイドモール家に滞在して、1年が過ぎようとしている。この土地で暮らす上で最大の難関であった言葉も、随分学習できていた。もっとも、レカンは流暢に話しているつもりでも、周りから見ればまだまだたどたどしい。ただし、この世界の教育水準は低く、ちゃんとした話ができる人間の方が少ないのだから、格別目立ちもしない。字は汚いし、語彙もまだまだ少ないが、一応読み書きもできる。 庭の隅にある小さな小屋が、レカンの住居だ。レカンの睡眠時間は短い。今朝も夜明け前に起き出して森を走り、小型の魔獣を2匹仕しとめた。その後、騎士江坂に剣の稽古をつけた。最近では、屋敷の騎士と重卒全員が指導を行うようになり、レカンの小屋の前は、ちょっとした修行場となっている。朝食の後に、姫の部屋に行くように言われた。おはよう、ハリーフ、レカン。おはようございます、ハリーフ。 ルビールビアナ・フェルヒメの斜め後ろに立つ地女頭のグリアがわずかに鋭い目をしたが、こればかりは仕方がない。姫は自分のことをルビーと呼ぶように言う。ルビアナ・フェルヒメ・シェラーと呼ぶことも、お嬢様ラツールと呼ぶことも決して許さない。これはレカンに対してだけそうなのであって、この館で姫のことをルビーという愛称で呼び捨てにするものは父親である当主のほかは王都の騎士団に在籍している兄だけだ。それなのに、姫は、 レカンがルビーと呼ぶことにこだわった。クリアが何と言って言い聞かせても意見を変えなかった。だから仕方がないのだ。仕方がないのだけれど、レカンが姫のことを愛称で呼ぶとき、グリアはきつい視線をレカンに送る。とはいえ、姫が自分を愛称で呼ばせるのは、グリアか、そばつき次女のマリンカだけがそばにいるときに限られている。他の者の,の前では、レカンにこの呼びかけを強要しないのである。私のオオカミさん、ラギド お願いがあるのだけれども。レカンは、右手の指をきれいに揃えて、左胸に当てた。了解の印である。姫は、異国情緒たっぷりのこの仕草を、ひどく気に入っている。断崖に行きたいの。守ってくださいな。イエール、はい。エザクの指示があれば、俺は従う。お父様に、お許しをいただいてあるから大丈夫よ。エザクにはこれから言うわ。それでね、レカン。今日はおしきせではなくて、 あなた自身の服を着てほしいの。あの素敵な街灯もね。レカンは、再び、右手を左胸に当てた。奇妙な指示ではあるが、人目につかない森の奥に行くのだから、どんな格好をしていても、そう問題になることはないだろう。小屋に帰ったレカンは、貸し与えられている押し着せの服を脱いで、自分の服を着た。見栄えのしない黒いベストは、ジジイは蜘蛛の糸でできた一品で、驚異的な魔力防御の性能を持つ。 汚れて元の色がわからなくなったズボンも、希少素材を混ぜ込んで優れた職人が仕上げたものだ。しばらく、小屋の外で素振りをしていると、キシエザクがやってきた。レカン。仕事だ。お嬢様の馬車を護衛する。すぐに出られるかわかったイエール。すぐ出る。小屋に入って、隅に吊ってある街灯を羽織った。この街灯を着ると、大きな安心感に包まれる。 しばらく着ていなかったためか、少しゴワゴワした手触りだ。この街灯は、とうとう熊の皮でできている。物理防御にも魔法防御にも優れている。しかも、襟の奥に縫い込んだ宝玉には、自動修復の付与がある。街灯をまとって出たレカンを見て、キシイザクは眉を潜めた。どう見ても、貴族家の護衛には見えないのだから、無理もない。だが、この街灯を着ることは、姫の希望なのだ。9 断崖までの道のりを馬車の後ろについて歩きながら、レカンは考え事をしていた。そろそろ潮時だろうな。サイドモール家の居心地は悪くない。悪くないどころか、とてもいい。見るからに、異邦人であるレカンを受け入れてくれている。それが当たり前でないことは、町や村に降りた時に分かった。町や村で、レカンは、注目され、怪しまれ、避けられる存在だ。 領主に雇われた護衛の剣士だという噂が広がってからは、幾分、非戦の温度も上がったが、それでも、好意的な応対をされることはない。だが、せっかく、見知らぬ国に来たのだ。田舎の小さな漁師家でくすぶっているのは、性に合わない。見たことのないものを見たい。戦ったことのない強者と戦いたい。富と力を得たい。サイドモール家での暮らしは平穏すぎる。それに、フォードがどこかにいるかもしれない。 あってどうなるというものでもないが、2年ほど、相棒として旅を共にしたボウドのことを、レカンは気に入っていた。ボウドと一緒なら、どんな強敵とも戦える。危険な冒険もできる。この世界にも迷宮があるという。迷宮の魔獣は、魔石を残すほか、時折珍しい宝物を落とすという。ぜひ迷宮には行ってみたい。地上のさまざまな魔獣とも戦ってみたい。いつか、元いた世界に戻れるかもしれない。 その時に備えて、たっぷりの土産を手にしておかねばならない。そんなことを考えているうちに、生命感知に魔獣が引っかかった。先頭を馬でイクエザクに追いつき、指の合図で一行を離れることに了解を置いてから、レカンは、街灯の裾をバサリと翻して森に走り込んだ。いた。クモザルインドだ。なかなか大型である。人間と同じほどの背丈がある。クモザルも、この大きさになると、 気上ではなく、地上を移動するようになる。気上にいるときは、6本の手足にあまり機能の差がないが、地上では4本を足とし、2本を腕とする。この腕は非常に強力で、人間の頭など、軽く握りつぶしてしまう。クモザルが威嚇の雄たけびを上げようとしたので、ナイフを放って喉を潰した。そして、地下より、様に首を切り飛ばし、右胸を深く裂いた。吹き出す血が収まるのを待って、魔石を取り出し、 ボロニノで拭いいてから収納にしまい込んだ確かめてみたのだが、この世界でも、生きている魔獣から魔石を取ることができない。魔石は、魔獣が死んだ瞬間に生成されるものだからである。大抵は、胸の中の心臓と対の位置に生成されるが、多少は、種族差や個体差がある。この世界でも、魔石は珍重される。強大な魔獣が残す、強力な魔石は、目を向くような高額で取引されるという。 この世界での魔石の利用法を教えてもらった。まず、魔法使いが大きな魔法を使うときに魔石を利用するという。これは、元の世界でも普通に行われていたし、レカン自身も利用している。ただし、魔石から直接魔力を吸うというのが当たり前なのかどうかは確認できていない。次に、神官が秘技を行うときに使うという。具体的に、何をどうするのかは、まだよくわからない。また、この世界では、 魔石を魔道具の燃料とするという。魔道具というのが何なのかまだ詳しいことは分かっていない。この館にも光を発する魔道具があるとは言うが、見たことはない。いずれにしても元の世界にはなかったものであり、持って帰れば間違いなく金になる。そして魔法薬を作るときに使うという。これは元の世界と同じだ。ただし、この用途に使うのは他に使えないような。 小さくて弱い魔石だという。魔道具を作る職人を魔道具技師というが、サイドモール家の領地に魔道具技師はいないようだ。魔法薬を作る薬師はいる。レカンは得た魔石の半分ほどを江坂に差し出しているが、サイドモール家は家臣たちが得た魔石をそのまま薬師に届けているようだ。薬師は無料で魔石を得る代わりに、できた魔法薬のうちの半分ほどと売り上げのいくばくかをサイドモール家に納めているという。元の世界では、 フヨシと呼ばれる職業があり、フヨシは魔石の魔力を使って、宝玉やソーシン具に有用な機能を付与した。この世界には、どうもフヨシがいないのではないかと思われる。ということは、レカンが持っている物品のうち、フヨのついた品は、あまり見せない方が良い。強烈に戻ったレカンは、えざくと目で合図を交わすと、馬車の後ろに収まった。魔獣が出たときには、姫の目や耳に入らない距離でレカンが始末する。それが、 すっっかり習慣になっているこの一年ばかり、レカンの仕事は、当初、カヒメが外出する時の護衛である。ただし、それは、もっぱら、森や村に行く時に限られ、タケの貴族の目に留まるような場所には、レカンを連れて行かない。理由を説明されたことはないが、その方が、サイドモール家にとってもレカン自身にとっても無難だと、レカンは納得している。中。断崖から見下ろす眺望は、例えるものもないほど美しい。 冗談と流れる川。群れをなして飛ぶ鳥たち。複雑怪奇な、それでいて調和ある佇まいを見せる木々の色合いの幻妙さ。これが、すべてサイドモール家の領地だというのだから、驚くほかない。とはいえ、現状では、断崖を降りるだけで一苦労しなくてはならない。断崖から見渡せる地域を開発できるのは、遠い未来のことになるだろう。そんな日が来るとしての話だが、ひとしきり、崖際の風向を味わってから、 風の緩い場所まで降りて昼食をとった。今日の昼食は後世である。姫と姫付き次女のマリンカが、手数から昼食を取り分けてくれた。今日の姫はご機嫌である。この1年ほどで、姫は子供から娘へと変貌を遂げた。確か、今13歳と聞いた覚えがあるが、この年齢は女性にとって特別な成長期なのだろうか。今までは考えたこともなかった。初めて会ったあの日も、姫は、 断崖に来た帰りだったという。それ以来、ここに来るのは4度目だが、いつも、レカンは護衛についている。最初のうちは、館の中でも、水分うさんくさい視線を浴びせられたが、筆頭騎士であるエザクが、レカンに剣を教わり始め、やがて、ほとんどの騎士や重卒が、レカンを師と仰ぐようになってからは、レカンが護衛につけば、安心だという空気が広がった。昼食が終わった後、姫はもう一度、断崖の淵に立った。なぜか、 カ11。その3日後、館では祝いがあった。ルビアナ・フェルヒメが14歳の誕生日を迎えたのだ。貴族女性にとり、14歳は特別な誕生日だ。その日を境に、大人になったとみなされる。婚姻も可能となる。さらに1ヶ月後、レカンは2日間本館への出入りを禁じられた。ということは、他の貴族家からの客があるのだ。 これ幸いと遠出をしたレカンは恐ろしく強い青点を感知した。魔獣だ。強大な魔獣だ。普段なら近づかないような山奥なので多分放置しても危険はない。しかし、この魔獣は町や村に近づいてくるかもしれず、また、町や村の人が魔獣の住む場所に近づくこともあるかもしれない。山陰からそっと接近した。まだ立体近くの範囲外なので、残された右目で魔獣をじっくり眺める。 身長が20歩を超え、体高が10歩を超える巨大な怪物だ。体育は小山のようにそそり立っており、背中は槍のような棘に覆われている。身を低くして、盛り上がった土を、遮蔽物としてなおも接近すると、やっと立体近くの範囲に居住を収めることができた。頭部は小さく、目は3つある。3つの目がある魔獣は初めて見た。額にある3つ目の目は異様に大きく、下側の2つの目とは別に動いている。 6本の足は体の大きさに比べれば小さい。多分移動速度は速くないだろう。巨獣は仕留めた獲物を食っている。その様子を見ながら、レカンは迷っていた。このままでは、この魔獣の攻撃方法についても弱点についてもわからない。危険だが、仕掛けてみるか、それとも撤退するか。じっと、魔獣の気配を感じ取ってみる。ダメだな、これは挑むのは無謀だ。レカンが撤退を決めた、ちょうどその時。 巨獣の額の目が、レカンの方を向いた。土の塊が遮蔽しているにもかかわらず、巨獣の目は、まっすぐ、レカンの方を向いている。そして、巨獣は、獲物をかじるのをやめ、ブルブルと身を震わせた。レカンは、おかんに襲われ、物音が立つのも構わず、後ろに飛び去った。巨獣は、背中の槍のような棘を射出した。何十本もの棘が、凄まじい勢いで盛り上がった土を突き崩し、レカンに襲いかかった。だが、 その直前、レカンは高く跳躍して呪文を唱えていた。風よ。たちまち風が巻き起こり、レカンを上空に運ぶ。突風の能力だ。その足すれすれをトゲが通過し、後ろの木々をなぎ払っていった。恐ろしい破壊力である。風よ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 。続けざまに、レカンは突風を発動した。突風は自分の動きを加速したり、 相手の動きを阻害したりする能力であり、空を飛ぶ能力ではない。だが、今はなりふりをかまってはいられない。体内の魔力を根こそぎつぎ込んででも、距離を取る必要がある。レカンは、空を飛びながら、首をひねって、右目で怪物を見た。怪物が息を吸っている。何かの予備動作だ。風よ。今度は、上から下に叩きつける風を起こした。地上に向かって、虚空を移動するレカンの頭上を、 怪物の魔法攻撃が通り過ぎる霊気こいつは霊気のブレスを吐くのか地上により立ったレカンは、そのまま、怪物に背を向けて走り始めた。すでに、怪物との距離は100歩を超えている。問題なく逃げ切れるだろう。だが、その考えは甘かった。背後で木々がへし折れる音がする。大規模な自然災害のような音だ。ちらりと振り返ってみると、体を丸めて、 恐ろしい勢いで転がってくる怪物の姿が見えた。風よ。風の魔法に後押しをさせて、レカンは激走した。木々の枝が顔や手を傷つけるが、そんなことに構ってはいられない。ずいぶん長く走った後、怪物が転がる音が急に遠ざかった。あんな巨体が、筋肉の力だけであんなにも、高速で転がれるわけがなく、多分魔力で転がっていたのだ。つまり燃料切れだろう。だが、 燃料切れはレカンも同じだ。十分に安全な距離まで逃げると、レカンはへたり込んだ。そして、呼吸が整うと、収納から小型の魔石を6個ほど取り出して魔力を吸った。それからふと思いついて、サイドモール家から支給された魔法薬を取り出して飲んだ。ひどい味だった。喉の奥に絡まるえぐみが、いつまでも残っている。こんなものを、平気で飲んでいるのだとしたら、この世界の人間は味覚がおかしい。 それほど嫌な思いをして飲んだのに、顔や手の擦り傷は消えない。こちらの世界の魔法薬は効き目が遅いのだろうか。随分長い間待ってみたが、一向に効果が現れないので、元の世界の下級打薬を飲んだ。たちまち傷が治り始めた。即座に傷が消えるというわけにはいかないが、明日になれば、ほとんどないも同然になるだろう。もちろん、左目は潰れたままだ。潰れた直後に上級地予約を飲めば治っただろうが、当時は、 そんなものを買う金はなかった。そうしている間にも、生命感知で、怪物の動きは見張っている。サイドモール漁に来ることがないか、しばらく見張っていたら、夜明けごろに帰着することになった。本館の正面に馬車が止まっている。馬はいない。旧車にいるのだろう。ひどく豪華な馬車だった。その豪華さになぜか不吉さを感じた。12。レカンはベッドに寝たまま、右目を見開いた。 侵入者だ。しかも魔力持ちだ。素早く街灯を羽織ると、一瞬迷ってから、剣を収納にしまい、足音を消して本館に向かった。夜中であるにもかかわらず、この侵入者は、木陰など姿が見えにくい場所を通って進んでいる。しかも恐るべき速度である。これは暗殺の専門家だ。侵入者は本館の正面脇の柱に取りつくと、その位置で停止した。多分柱を登っている。 生命感知では高低差は認識できないので、登っているというのは推測だ。手がかりのない柱を登れるような装備を持っているのだろう。どうして表側から登るのだ当主一家の住まいは奥側の会場にあるのに。実は奥側の壁には色い々ろいろ穴が仕掛けてある。武者返しになっていたり、登ろうとすれば壁が剥がれ落ちたりする。それがこの世界の貴族の館の常識だった。侵入者が屋根に登った。 この時、レカンは、本館の裏側に到着して、木陰に身を潜めている。侵入者は、屋根に、ロープの端を取り付けた。真下には、ルビアナフェル姫の部屋がある。レカンは、木陰を飛び出して、足音を消そうともせず、本館裏側の壁に全力で走り寄った。侵入者は、レカンの接近に気づいた。だが、一瞬だけ動きを止めたものの、そのまま、姫の部屋への降下を開始した。連発の暗殺者にとり、 屋根から降下して、姫の部屋に侵入するには、ほんのわずかな時間で足りる。レカンが表側に回るなり、窓を破るなりして階段を駆け上がってきても、あるいは、大声で注意を促しても、到底間に合わない。そう判断したのであろう。しかし、レカンは階段を上がったりしなかった。風よ、風よ、風よ。背中に風を送り込みながら、壁を駆け上がったのである。途中、 足元の壁が剥がれ落ちたが、そんなものは気に求めず、あっという間に侵入者のもとにたどり着いた。侵入者は、敵ながら、見事な反応を見せた。左手一本でロープをつかみ、右手に持った探検で切りつけてきたのだ。レカンは、目に求まらぬ速度で、収納から愛犬を取り出して、侵入者の首を踏んでた。何もないところから、剣が出てくるのを見て、侵入者は、わずかに目を見開いた。その見開いた目は、女の目だった。 13。ルビアナフェルはシャドレスト家に腰入れすることが決まっている。シャドレスト家は王家ともつながる名家であり、田舎貴族の娘が制裁となることを許せない者たちがいる。あるいは、自分の娘こそその座にふさわしいと考える者たちがいる。だから、ルビアナフェルの部屋の前には、舞い不審し番を立たせておった。まさか屋根から来るとは思えばなんだ。騒ぎが一段落した後、レカンは、 当主ザンジカエルの部屋に呼ばれて説明を受けた。ザンジカエルの横には、キシエザクが立っている。もちろん、レカンは、不審判には気づいていた。魔力感知に映る光点の特色から、今夜の不審判が誰であるかも知っていた。だが、あの侵入者を、その不審判が察知できるとは思えなかったし、戦って勝てるとは思えなかった。レカン、侵入者を殺さずに捕らえることはできなかったのか。にがにがしげにキシエザクが聞く。 資格は手だれだった。生かしたまま捉えることは難しかった。えざくよ。暗殺者というものは捕まれば死を選ぶものと聞く。捕まえても無駄だったかもしれぬ。しかし、ンジカエル様。尋問してみることはできたではありませんか。こんな卑劣な真似をしたのが誰なのか、それを知ることができたかもしれません。知ったからと、で、どうにもならぬ。ならば、知らぬ方が良い。しかし、何も、 あのような若い女を殺さなくても。覆面をしておったから、殺すまで、相手が若い女とは気づかなんだであろう。諦めよ。あの暗殺者は魔力持ちだった。多分、何かの魔法技能を持っていた。危険な魔法であった可能性がある。拘束されていても、離れた位置から姫を殺せる能力だったかもしれない。あの場合、殺す以外の選択肢はなかった。それにしても、誰も気づかなかった侵入者に気づき、 壁を駆け登って侵入者を倒した手際は見事というほかない。あの高さまで壁を駆け登れるというのは何かの能力なのかレカンは返事をしなかった。踏む秘密か。まあよい。レカン、改めて礼を言う。これからも娘を守ってほしい。イエール、はい。レカンは昼も夜も金色の指輪を左の中指に装着することを心に決めた。それから、 2ヶ月の間に3度襲撃があった。いずれの場合にも倒したのはレカンである。四角のうち、生きてザイドモール家を出たものはない。14. 姫の部屋に呼び出された。久しぶりである。レカンがこの屋敷に来た当初は、毎日のように呼び出されていた。会話が通じないながらも、レカンは姫と身振り手振りで話し合った。そして、多くの言葉を教えてもらった。思えば、それは楽しい時間だった。 最初に文字を教えてくれたのも姫である。姫は自分を守り続けてくれたことに例を述べた後、しきりに、レカンの故郷のことについて質問した。私の落ち人さんが演ぴ。あなたのふるさとでは朝ごはんには何を食べるの落ちびとさん。あなたのふるさとにはどんなお菓子があるの落ちびとさん。あなたのふるさとでは貴族の女の子はどんな服を着るの落ちびとというのは 別の世界から落ちてきた人間という意味だ。驚いたことに、時々、そういう人間がいるらしい。そして、落ち人は、何かしら優れた力を持っているものらしい。もっとも、この国に落ち人が現れたのは、もう百年も昔のことだという。要するに、本当のことなのかどうかもはっきりしない伝説なのだ。ただし、姫は、レカンが落ち人だと信じているし、そのことがひどく嬉しいようだ。随分、長い時間。 姫と話し込んでしまった。ずっと後ろで待機している自女頭のグリアも疲れただろう。私の狼さん、がギ道、お願いがあるのだけれども。イエール、はい。あなたの胸の宝玉を見せてくださる。しまった。人には見られないようにしていたのに、一体いつ見たのだろう。今ではない。見えるような位置に釣ってはいない。ただし、宝玉につけた鎖は見えるはずだ。鎖を見て、その先に宝玉があると推測したのだろうか。 その赤い宝玉を。そうではなかったようだ。姫は、レカンが首からかけている宝玉の色を知っている。いつも肌身離さず身につけている品だから、誰かに見られたこともあるかもしれない。その誰かが姫に告げたのだろう。次女のマリンカが歩み寄って、盆を突きつけた。仕方なく、レカンは、首にかけていた宝玉を盆に置いた。とても、きれい。それが、宝玉を手にした姫の感想だった。 ずいぶん長い間、姫は赤い宝玉に見とれていた。そして、おもむろに、自分の首にかけていた青い宝玉を鎖ごと外すと、マリンカに差し出した。マリンカは、それを盆に乗せ、レカンに差し出した。お嬢様。それは。いいのよ、グリア。おい、まさか、やめてくれ、それだけは、神よ。だが、この世界の神は、レカンの祈りを聞き届けなかった。オオカミさん。 私の宝玉をあなたにあげるわ。だから、あなたの宝玉をくださいね。しばらく沈黙が流れた。次女頭がレカンをにらみつける目つきが少しずつ厳しくなってゆく。次女のマリンカの視線も痛い。それは無理もないことだ。彼女らからすれば、流れ物の持つ石ころと、ルビアナフェル姫が身につけていた高価そうな宝玉が、等価であるわけがない。つまり、これは、交換などではなく、ルビアナフェルが、 お気に入りの剣士に褒美を貸しする場面なのであり、これを断るというようなことをすれば、抜き差しならない辞職を姫に与えることになる。それでも断ろうと、レカンは思った。断ればどうなるか。直ちにこの屋敷を出ることになるだろう。それは構わない。しかし、ルビアナフェル姫が悲しむだろう。そして、レカンは、恩人たちに泥水をかけて立ち去ることになる。それも構わないといえば構わないのだが。イエール、はい。 自分でも、どうして、そんな返事をしたのかがわからないが、レカンは、思わず、承諾の言葉を口にしていた。だが、ポンの上から、青い宝玉を受け取りながら、レカンは、早くも、自分の決断を後悔していた。そして、少しばかり物騒な決意をした。俺はもうすぐ、この屋敷を去る。その前の夜、姫の部屋に忍び込もう。そして、赤い宝玉を取り戻す。レカンがそう考えるのも無理はない。この赤い宝玉は、 体力回復と魔力回復の両方が付与された希少な一品なのだ。宝玉そのものは迷宮で手に入れたし、付与に使う魔石も自前で用意したのだが、孔明な付与紙への支払いは、当時のレカンの全財産でやっと足りた。以来、この宝玉は、レカンの冒険を支え続けてくれた。絶対に手放せる品ではないのだ。だが、赤い宝玉を取り戻そうとする目論みは、残念ながら実現することはなかった。ルビアナ・フェルヒメは、 一人になることもなく忙しく過ごし、二日後、離れた町に住む広貴族のもとに嫁いで行ったのである。十五おい。料理人頭の森田が、布の袋を差し出した。袋には、グリフィルの葉が詰まっている。なろうありがとう。礼を言って、レカンは、葉っぱを一枚取った。無造作に口に放り込んで、むしゃむしゃと噛みしめる。苦い味わいが口中に広がった。水気が抜けきっていなかったのか。 鋭い刺激が、ある。が、今は、その方が良かった。気が抜けた、というのが、今のレカンの状態を言い当てているだろう。何をする気にもならない。もっともそれはレカンだけでないようだ。姫がいなくなった翌日から、剣の稽古もパタリとやんだ。使用人たちは皆、無口になった。レカンは、一日に、何度も、この木陰の石に座り込んでは、きれいに植えられた野菜を眺めている。 その右隣の石がモルダの定位置だ。2人は並んで言葉も発せず、ただしばらく口をもぐもぐさせていた。レカンは寂しさを感じていた。その寂しさが大切な宝玉が遠くに行ってしまったことから来るのか、ルビアナ・フェルヒメが遠くに行ってしまったことから来るのか、自分でもわからなかった。くちゃくちゃと買えばそれなりの値段がする嗜好品をかみしめながら、レカンは居住のことを考えていた。あの怪物は、レカンと ひどく相性が悪い。そうでなくても、ソロで挑むような敵ではないのだが、それを差し引いても戦いにくい相手だ。レカンが得意とするのは、狭い場所で、多数を同時に相手取る戦いだ。迷宮で魔獣たちを相手取るとき、あるいは、戦場にあって、一人で、多数の敵に取り囲まれて戦うとき、レカンの強みは最大限に発揮される。たぶん、あの怪物の額の目は、魔力を見ることができる。だから、障害物越しに、 レカンの存在を感知した。立体近くの有効範囲は半径50歩なのだから、あの怪物相手では中途半端すぎる。相手は50歩以上の距離から攻撃できる手段を少なくとも2つ持っている。その上、転がる攻撃がある。速度といい、攻撃面積の広さといい、ほとんど対処のしょうがない。怪物の表皮は恐ろしく硬そうだ。レカンの攻撃が通るかどうかわからない。 爆裂弾を使えばなんとかなるかもしれないが、あれはいよいよの時使う虎の子の武器であり、使ってしまえば補充は効かない。フォードが一緒だったらよかったのだが、表皮の硬い魔獣には、フォードのドンキ攻撃と、フォードの能力、衝撃貫通が有効なのだ。レカンが敵を引きつけ、フォードが敵を削る。それができれば、この怪物も怖くはない。だが、フォードはいない。他に、連携の取れる相手もいない。 一人で何とかするしかない。とにかくもう一度戦ってみよう。相手の能力を見定めるのだ。すべてはそれからのことだ。レカンは、味気を失った葉っぱの残骸を口から吐き出して立ち上がった。16。翌日朝早くに出かけたレカンは、夜遅くに帰ってきた。今日の戦いは危ないところだった。怪物が飛ばしたトゲを避け損ねて、腹に穴が開いた。上級治癒薬の持ち合わせがあったから助かったが、 そうでなければ命に関わる負傷だった。魔法薬のことも頭の痛い問題だ。もともと、レカンは、下級と中級の治癒薬と魔力回復薬は自作していたが、この世界では原料も作り方もわからない。どこかで優秀な薬師を探して作り方を教えてもらう必要がある。そうでなければ危なくて戦えない。上級薬も手に入れなくてはならない。そんなものがあればだが、ともあれ、 今日の戦いは有意義だった。怪物の手の内が分かってきた。まず、土下を射出する攻撃は、土下が続く限り何度でも連続して行えるようだが、50歩を超えると威力と速度が落ちる。霊気のブレスは、本当の威力が出るのは70歩からせいぜい100歩前後までで、50歩の距離では大木も芯まで凍りつくが、100歩以上の距離があると、葉が凍る程度に威力が落ちる。転がる攻撃は脅威だ。しかも、 あの状態の時は、皮膚がさらに硬質化していて、物理攻撃が全く通らない。ただし、転がる速度は思ったより速くない。森の中でならともかく、見晴らしの良い場所におびき出せれば、レカンなら逃げ切ることができる。ソロでは倒しにくい敵であり、レカンには相性の悪い相手だと思っていたが、そうではなかったかもしれない。集団で挑めば、全体の移動速度は遅くなるから、転がる攻撃で殲滅してしまう。 遠距離攻撃ができる魔法使いを揃えても、100歩以内に踏み込めば、氷のブレスで投げ払われるし、100歩以上の遠間から攻撃魔法を打ち込めるものなど、滅多にいないだろう。いたとしても、そもそも足止めする方法がないのだから、100歩の距離は、瞬く間に詰められて、やはり皆殺しになってしまう。だが、突風で加速できるレカン一人であれば、逃げながら、相手の魔力を消耗させることができるはずだ。とはいえ問題は攻撃だ。三度ほど、 首筋に剣を打ち込んだが、大した効果はなかった。多分、首の側からではなく、喉の側から攻撃すれば、もっと痛手を与えられる。しかし、あんな低い位置にある小さな首を、喉の側から狙うのは難しい。解決方法は思いつかない。戦いながら活路を探すしかないだろう。再戦は早い方が良い。時間を置けば置くほど、この怪物は倒しにくくなる。17。レカンは、 小高い丘の上に立って、山の斜面にうずくまる巨住を眺めていた。怪物の肉眼は、ごく近距離のものしか見えず、この距離なら見つかることはない。魔力が見えるらしい額の目も、せいぜい100歩の距離しか見えない。あれほど強大な怪物なのだから、遠方の敵を探知する必要などないのだろう。寝ているようだ。後期である。レカンは、胸をまさぐって、宝玉を取り出した。ルビアナ・フェルヒメからもらった青い宝玉だ。 魔力を感じるから、これも何かの効果があるのかもしれない。何の効果が付与されているかはわからないが、今日はお守り代わりに身につけることにした。鎖の部分はあまりに繊細な作りをしているので、そのうち取り替えるつもりだ。宝玉をシャツの奥に押し込むと足音を殺し、慎重に、しかし、悠々とレカンは怪物に接近した。至近距離まで接近したが、怪物はまだ目を覚まさない。 一撃目を入れさせてもらうか。レカンは愛犬を振りかぶって、怪物の首筋に目線を据えた。幾筋もの傷が入っている。レカンの攻撃の後だ。どの傷も浅い。剣を振り下ろした。その手応えは、予想を裏切るものだった。何剣は、深々と首にめり込んだのである。一瞬を置いて、怪物は、激しく身をよじりながら起き上がり、 聞く者の,の頭蓋骨を揺さぶるような吠え、声を上げた。そして、額の目が、まっすぐにレカンを捉えた。レカンは身構えた。霊気のブレスを放つようなら、避けなくてはならない。その後に怪物がとった行動は、いささか間が抜けている。のしのしと、短い足で回転し始めたのである。レカンは、素早く、30歩ほどの距離を取った。やはりな。敵が近距離にいるので、怪物は、 槍のようなトゲを射出しようとししているしかし、前面部分のトゲは、3ヶ月前と昨日、すでに打ち出してしまった。新しいトゲが生え始めてはいるが、多分、ある程度の大きさにまで育たないと射出できないのだ。やがて、体が十分に回転し、トゲのある部分が、レカンの方に向くと、怪物はブルブルと巨体を震わせた。レカンは、じっとトゲを見据えながら、さらに10歩ほど下がった。トゲが射出された。 トゲは生えている位置からまっすぐにしか飛ばない。距離が開けば開くほどトゲとトゲとの間の隙間は大きくなる。レカンほどの反射神経があれば来ると分かっているトゲをかわすのは難しくなかった。その後もレカンは同じ位置で次の攻撃を待った。近づきすぎたらトゲをかわせないし離れすぎたら怪物は別の攻撃をしてくるだろう。4度攻撃するともう怪物はトゲを飛ばさなくなった。 背中の頂上付近には、まだまだ棘が残っているが、地上の敵には、あの位置の棘は使えないのだろう。その代わり、頭をこちらに向けて息を吸い込んでいる。レカンは、さらに20歩ほど下がった。飛んでくるブレスを完全にはかわさず、街灯の端で受けてみた。平気だった。やはり、とうとうクマの毛皮は、これだけの距離があれば、この冷気のブレスを防ぎきってくれるのだ。そうとわかれば、あとは、 この距離を保って、ブレスを受け続けるだけだ。怪物が少し前に進めば、レカンは少し後ろに下がる。怪物がブレスを放つと、レカンは直撃を避けるように動く。そんな攻防が12度続き、ついに、怪物はブレス攻撃をやめ、体を丸め始めた。怪物が転がり始めると、レカンは背を向けて逃げた。逃げながら怪物を誘導して、岩肌が露出した場所に出た。ここには、失踪を邪魔する障害物がない。 突風を使えば怪物に追いい。かれることはないしばらくの間、怪物を引きずり回したところ、怪物は回転をやめ、体をほどいて、ぐったりと地に伏した。擬態かもしれない。慎重に、レカンは、怪獣の頭部に近づいた。そして、20歩の距離に近づいたとき、突風を使って突進し、首筋に一撃を入れ、突風を使って20歩離れた。怪物は、うなり声を上げて身を揺さぶったが、その後は再び地に伏した。 疲れきって攻撃能力を失ったのだ。もはや魔力も枯渇しているのだろう。それにしても、今の一撃も、ひどく深く食い込んだ。一体どういうことなのだろう。もう一度、突風を使って怪物に接近し、首筋に一撃を加えた。驚いたことに、その一撃は、首の半ばまで食い込んだ。そして、怪物は、目を閉じ、動かなくなった。驚いたことに、生命感知の青い点が消えた。 死んだのだだがなぜなのか今日に限って攻撃が効果を上げたのはなぜなのか怪物の側の事情だろうかレカンの方の変化だろうかレカンの側に何か今までの2回と違う点があったろうか突然気がついた。青い宝玉だ。ルビアナ・フェル姫からもらった宝玉だ。この宝玉は攻撃力を増加させる力を付与されているのではなかろうか 一旦そうは考えてみたものの、その思いつきの馬鹿らしさに笑った。元いた世界でも、迷宮の回想ボスから、物理攻撃力を高める能力がドロップするということがあった。斬撃破壊、加速の3つの能力については、それぞれ実際に持っている冒険者を見たことがある。見たことがあるどころか、斬撃持ちとは結局殺し合った。そいつが発動呪文を唱えて剣を振ると、石竜の川で作った胸当ても切られたし、 レカンの当時の愛犬も真っ二つになった。しかし、それは、あくまで、危険を犯して、迷宮真相の階層ボスを倒した冒険者本人が、ごくまれに獲得できる技能であり能力なのであって、他人に貸し与えることは不可能だ。あるいは、特殊な魔石の魔力を、特別な才能を持った付与師が宝玉に付与すると、状態保存や自動修復の効果を持つ宝玉ができる場合があった。現に、レカンの愛犬と該当には、 自動修復の宝玉が埋め込まれている。だが、攻撃力を高める付与がついたソーシングなど、聞いたこともない。もし、そんなものがあれば、伝説級の秘宝といえる。レカンは検証実験を行った。青い砲玉を装備した状態と、収納に収納した状態で、死んだ魔獣の首や足の試し切りを行ったのだ。結果は、歴然としたものだった。この砲玉には、極めて強力な攻撃力増大の付与がかかっている。 間違いない。価値は計り知れない。この宝玉を得ただけでも、この世界に来た意味がある。それにしても、ルビアナ・フェルヒメは、この不与のことを知っていたのだろうか。知っていたとは思えない。知っていたなら、彼女は、この宝玉を、父か兄に捧げたはずだ。だが、もしも知っていて、レカンに与えたとしたら、それは一体なぜなのか。しばらく考えたが、答えは得られなかった。日が暮れてきたので、考えることをやめ。 宝玉の不与を存分に利用して、怪物から魔石を取り出した。驚くほど、巨大で強力な魔石だ。怪物の巨体が、レカンの目の前で砂になり、崩れ去った。飛ぶように館に帰り、倒れ込むように寝床に伏した。翌朝起きると、収納から保存食を取り出して、水で流し込み、いそいそと森に駆け込んだ。そして実験を重ねた。別の件で。打撃武器で。一つ武器で。投擲武器で。 素手の攻撃で。棒切れを持っての攻撃で。その結果、やはり、この青い砲玉は、攻撃力を増加させる不要を施されていると確信した。切れ味の強化ではないし、ダメージの増加でもない。ただし、投擲武器と素手の攻撃では効果が現れず、拳に武具を装着したときには効果が現れた。つまり、この青い砲玉は、武器を持って攻撃したときの攻撃力を高めるのであり、武具を手放せば効果は失われる。 赤火弾が撃てる杖を取り出して実験したが、魔法攻撃の威力は上がらなかった。つまり、物理攻撃にしか効果は現れない。翌日も、翌々日も、森に入って、宝玉の効果を検証した。ある程度、以上の破壊力がある攻撃でなけば効果が発動しないことが分かった。つまり、ナイフとフォークで肉を切り刻んだり、裁縫針を布に突き刺したりしたぐらいでは発動しないのだ。その反面、ただの棒切れでも、 十分な威力を持って標的に打ち当てるならば効果が発動する。多分、この効果は単純に武器の攻撃力を高めるというよりも、ある人物がある武器を持って攻撃する、その攻撃力の全体を増加させるものだ。発動するについて、待ち手に何かの条件があるのかどうかは確認できていない。それを確認する2割間以外の誰かで実験する必要があるが、そんな実験をする気はない。ある程度、 以上の攻撃力を持った使い手にしか発動できないのではないかと考えているが、とにかくレカンには発動させられるのだから、現状としてはそれでいい。鎖を取り替えるつもりだったが、やめた。万が一にも、この付与の効果が損なわれてはたまらないからだ。代わりに、シャツの内側にポケットを作った。鎖が切れても、宝玉を失わないためだ。もっとも、この宝玉は、普段はしまっておくことにする。理由は2つある。 一つは、普段は、負荷のない状態で実力を養うためだ。もう一つは、この世界にも鑑定持ちがいるかもしれないからだ。今までは、そんなことを気にするゆとりも必要もなかったが、ザイドモール家を離れて、この世界を旅するについては、それなりの用心というものがいる。この宝玉の秘密は、誰にも知られてはならない。十八。そうか。明日、行くか。イエール、はい。どこから来たかと聞かれたら、 北の国から来たと答えるのがいいだろう。イエール、はい。落ち人であることは秘密にする。そうだな。だが、落ち人であることを名乗るべき時も来るだろう。その時が来れば考える。これは、私からの感謝の気持ちと選別だ。袋を手渡された。それから、これは、お前がいた魔石の大金だ。別の袋を手渡された。衣類と食べ物を持っていくがいい。後で次女に届けさせる。 火打石は持っているかイエール、はい。旅の道具は、町で買った。そうか。準備はできているのだな。できている。今夜は送別会をしよう。騎士や重卒たちとの送別会は、なかなかにぎやかで楽しいものになった。翌朝、館のほぼ全員が見送ってくれた。おい。そう言って、料理人頭のモルダが、布の袋を差し出した。袋の口は閉まっている。 袋ごとグリフィルの葉をくれるというのだうありがとう。レカンは腰に剣をつり、街灯を羽織り、荷物袋を背負って、人々に背を向けた。そして、そのまま、スタスタと歩き去っていった。また会おう、うキシエザクが、背中に声をかけてきた。レカンは、背中越しに右手を上げて応じたが、まさか、本当にエザクと再会することがあるとは、この時は思ってもいなかった。 1> 第1話クロアナのミコーにガーマチャンネル登録よろしくお願いします終わります